ましたわ。おはようございます。本日のお宿に到着してみる。USH。今日僕らたちが泊まるのはこのサードプレイス。いいっすかこれ。マジで。電車をお借りすることができる。もう一番手前のこれ乗ってって、ちょっと今から波チェック行ってみようか。の、うん、よし。これが、あ、もんじゃできるわ。さっきも波チェックしとったらグーフィーが炸裂しとったよな。めちゃめちゃ良かったよ、うん、これを片方ずつっていうのがねポップだよ。まあいいや、30分我慢して。えジョリー、砂浜まで入ってきゃいいが。今撮っとるよ。これ行くわ。行ったら すぐ出れるさ。もう雨がすげえもんね、取れへんのよ。で、ここからもう一回出て、じゃあ、あれ狙うんやと。あっちやめて。あそこ。で、俺、これ、携帯で撮るのさ。これ、雨に濡れても大丈夫。ここは、F1 では1000円。
サーフボードいっぱい置いてある。今置いてあるいっぱい。すいません。はい、ありがとうございます。じゃあ、お願いします。はい、お願いします。はい。店内めちゃめちゃいいな。行こう。左。ジョンジョンの部屋。ここジョンジョン。ここです。Wi-Fi が素晴らしいです。これここを置いて置いた時に、おじゃす映っちゃっても大丈夫ですか？何の作品？イケメンを撮ろうっていう。はい、せやさんです。ここのサードプレイスのスタッフ、めちゃくちゃイケメンなのに言われるでしょ。言われるよね。ありがとうございました。はい、2日間お世話になります。はい、お願いします。はい、ジュエリーはいつから作り始めたんですか？そう、まだ始めて半年ぐらいです。前からなんかそういう勉強してたとか、そういうことは、もともとアクセサリーは好きだったんですけど、自分で趣味で作り始めたら、もう可愛くて、あ、もっとこういうの作りたいと思って始めました。いやね、センスがいいんだわ。ホームページも綺麗に作ってあるし、な、まあ、なんせミユがお気に入りなんで、ということで、アイナブルーっていうその名前の由来なんかあるんですか？アイナはハワイ語で大地です。へぇ、で、語呂が良くて、ブルーはもともと好きな色だった。見えてる。青い大地、地球のイメージ。なるほど。インスタにも載ってるよ、これアイナブルー全部載ってる。これやっぱりね、色とかに書いてとかして、あー、デザイン決める。あー、もう石を上の上にバーッと並べて、この色とこの色の組み合わせとかってやつ、かわいい、これにします、これミユ持ってる、ミユ持ってるこれめっちゃかわいい、いい、めっちゃかわいい。こいつかわいい。価格もリーズナブルだし、まあ、この概要欄の方にこうリンク貼っておきますので、皆さんよチェック、これ、はい、これ、今回はサードプレイス、テンションサードプレイスと、アイナブルーのジュエリーを紹介させていただきました。
波はいいね。波は どうだった？思いのほか良かった。はい、良かったです。波なんかでもだんだん割れなくなっちゃいましたね。すいません、ありがとうございます。ここですわ。あとさ、4年ぶりぐらいじゃない？4年ぶりやな。みえがさらに始めたばっかりとかさ。そうそう。みえは、盛り合わせの。ヒレカツ、サーモン、ええやん。ビールコロッケ。うん。ビールコロッケ。よっ。いただきましょう。いただきます。そうそうそう、これで。めっちゃうまそう、これ、うん、いやめっちゃ綺麗に食べた。完食だわ、これ。